TS-185ER でございます。はい、ご注文いただいているお客様、大変申し訳ございません。もうしばらくお待ちいただければと。輸入元の方には、1週間ぐらい前にかけた時には、もう、物は来てるんです。今、組み立て作業を順次やらせていただいてますっていうね、ような話でしたので、もうしばらくお待ちいただいて、楽しみに待っていただければと思います。はい、入り次第ね、順次、ご注文いただいた方から順番に、整備して、で、あと登録もやらせていただいて、ご連絡させていただきます。はい。こちらはですね、もう2年ぐらい前ですね、4月の、そうですね、4月ぐらいでしたよね。はい。2年前の4月ぐらいにうちで販売させていただいた車両でございます。2年ぐらい経ってるんで、ちょっとね、点検をしてほしいっていうね、ご依頼をいただきましたんで、ちょっとやらせていただきたい、そう思います。距離はね、3900キロ。約4000キロですね。はい。まあ、オートバイね、何でもお持ちのね、方なので、まあ、多分、順繰りで乗られてると思うんでね。はい。そんなには距離がね、行ってないということだと思います。はい。で、2年前だとやっていないようなこととかね、結構あったりするんで、まあ、あと、そうですね、2年経って、まあ、4000キロぐらいなんであれなんですけど、ちょっとですね、とりあえず、ホイールは前後外してですね、でクリーニング、まあ、あとブレーキのカムとかね、そういうのを、ね、動き見ると全然スムーズなんですけど、とりあえずね、せっかくあれですから、やらせていただくと、いうことでございます。あとですね、オイルポンプとかね、このあたりもちょっと点検して、ですよね、はい。ですので、まあ、ちょっとだけお時間をね、1日沸かしいただいてっていう感じでございます。はい。とりあえずこのカバーをね、まず外しましょうよ。はい、オイルとか漏れてないですね。大丈夫ですか。プラグは、あ、でもこれ NGK になってるから交換されてます一回ね。はい。だからまあ問題はないでしょう。これをこっちで、あとバッテリーとかね、そのあたりもちょっと見て、はい、まあ、充電ですね、はい、手が黒くなった手袋しなきゃダメだ、手袋してやんないです。さて、とりあえずね、点検だとね、そこそこの金額はかかる、かかるんですが、そうは言っても一通りね、やっぱりやらせていただいた方がいいのかな。あ、点検ですかって言って、まあ、距離も走ってないですし、ちょっと見て、あ、特に問題ないですね。じゃあ、ミッションは変えていきましょう、みたいなね、そういうやり方もできると思うんですが、やっぱりね、一通り全部、グリース刺すところには刺してとか、そういうのをやった方が、ね、また、気持ちよく乗れるのかなとかね、そう思ったりしますよ。はい。さて、あとね、オイルポンプのカバーを外して、そうね、ちょっと確認、点検です。はい。まあ、この辺りは、新車の時もね、やらせていただいてございますが、やっぱりね、結構ね、ずれたりする、あとケーブル伸びたりね、そうするとオイルの量が減りますから、必然的にね。なんか、すごい久しぶりな気がする。なんでですかね。おかしいな。すごい久しぶりの気がするな、開けるの。はい、で、ここね、毛書きがどっかでありますよね。はい、どこでしたっけね、上か。こうね、横のこの毛書きと、あとここの入ってる毛書きがあったところ、あったところで、なんでしたっけ。あとこっちのね、キャブの方を開けて、上にカバーがあるんで、それを開けてですね。ポッチがあるんですよね、そこのポッチにちょうど来たところがあるなら OK という感じでございます。はい、やっぱりね、焼き付きとかそういうのがあると困りますから、この辺りはしっかりと点検するということでいいですか。少し塗質量増やした方がいいかな気持ち少なめになってますね。はい、これ外れるか、硬いね。まあ、こういうところをですね、ちょこちょこっと、まあ、ケーブル伸びますからね、多少ね、乗ってればね。2年前か、早いですね。
は下取りす、これこういう時ね下取りした車両があるんですけど、それ今までありますよ、うちにまずいですよね、下取りさせていただいた車両がねあるんですけど、うん、まあ、それに関してはおそらく多分売らない、うん、売らないです、はい、あと10年ぐらい売らない何考えてるの、置いときます、はい、置いといて、もしもう少しねあれしてからね売ろうかなって言ってね、旧車なんですよ、旧車で程度がねやっぱりまあいいんでね、もちろんフルオリジナルをねあれする方々とあれこれがちょっと違う、ここが違いますねっていう話になっちゃう、ホースもホース大丈夫ね、2年ぐらいじゃね、これあれこれ貼ってないね、なんでだろう、貼ってないんだ、普通に通してるのに余裕があるな、なんか通し方変えたかも、2年前なんでおそらくそんなに打ち手入れてないそう細かいところまで手入れてないんですよ、2年ぐらい前のまだね、うん、ただそうは言っても OK ですね、それなりにはやらせていただいたと思いますが、最も金額も気持ち安かった気がするな、2年前は、まあ2年前消費税まだ上がってなかったでしたっけ、あれ消費税とかねいろいろありますからね、そのあたりでも金額が油で拭いちゃう、 ね一番落ちますよ油がやっぱり、うん、そうですよね、2年前、うん、なかなかほらこんな出してくんないですよ整備に、あでもねこれ少なくともこれあの本当にこういうの見た方がいいですよ、これ多分ね定期点検のあれに入ってると思うんですよ、オイルポンプのあれとかね、まあ、そんなに問題ないと思うんですが、やっぱりケーブル伸びますしね、まあ、もちろんチェーンのね調整とか、まあ、そういうのは当然のこととして、そのあたりをねやっていただくといいのかな、なんか真面目っぽいな、やだ、いやいやいや、なんで乗りっぱなし大丈夫じゃんってここのいわゆる穴を塞いでるところからオイルが持ってくるっていうね、そういうのがあるんですよね、この車両はね、あれかな、あんまりでも乗ってないかな、どうなんですかね、定期的に乗られているのか他の車両の出番の方が多いのか、確か あ、そっか、あと1台買い取りをさせていただいた気がするな、整備運んで、まあ、いろいろタイヤだの屋根なんだのって いろいろ変えてみたところ結構お金がかかりそうだからやっても乗らないだろうしっていうことでね、ただやらないと、ね、もう乗ったら乗ったでっていうなんかそういう感じでどうするかなって、あチェーン少し伸びてる、で結局確か手放されたんですよね、でそれが、うん、鈴木のね、はい、そんなことがありましたかね、まあ、とりあえずこれはね、これで、うん、とりあえず、オイルポンプ、そしてですね、まあ、あとはこのレバー類ね、これ一回外してちょっとグリスを塗ってですね、うん、やる感じですよね、はい、でまたあの例のことをくるくるやってね、うん、で、どんな塩梅かなっていう感じですよ、うん、これどうですかね、この頃はもうやってたかのような気がするんでね、結構柔らかいもんね、これでね、おっとっと、よいしょ、まあ、とりあえずこれはね外して、はい、ね、これね、はい、でちょっと拭いて、はい、古いグリスはね拭き取って、ついてますもんですね、もしかしたら塗ってない場合はやってないのもね多分あると思うんですよ、そうね、手抜きになっちゃうな、で、ベルなんちゃらを少し塗って、ね、で、くるくる回してあげると、そしたらほらこれほらアルミ、こっちは鉄なんです、これただのアルミのあれなんで、これ油切れてる状態で動かしてたら
おそらくあっという間にアルミの方減ってって穴がこうね拡大していくんだと思うんですよ。ああだからまあこれベルハンマーをやってあげれば、うん、それプラスグリス塗ってあげればかなりね、販売した車両が1年2年経ってみんなこうやってあれしていただいて、それでちゃんとお金をいただければお金が欲しいだけなんだろう。そうです、お金欲しいんです。そう、お前金の亡者だな。いや亡者ってことじゃないかと思いますよ、ね、お金持ってないからあんまりお金ね、ほら何億とか持ってるね、持ってるのにもうやっぱりもっと金稼がないとっていうんだったらね、まあ、亡者かなっていう気もしないでもないですけどね、えたかだかそんなね車1台も買えないぐらいしか持ってないS660 さえ買えだってね、買えないぐらいしか持ってないんですよ。要は買おうと思っても買えないんですから、それぐらいしか持ってないんでね、金の亡者じゃないですよね、と言い訳をしつつ、はいね、あとこっちもね油さしましょう。せっかくですからね、ファイヤーインジェクター使って、動画にしてるとねサボれないですよねやってねえじゃねえかって突っ込まれたらまずいですから、やってないですか、動画ないじゃん、いやいやなくてもやってるんですなんて言ってもねダメですよ、まあ、WD なんとかっていうのを入れてみましょうよ。今入ったんです。そうしましたら、ね、スカ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 って、そしてベルハンマーグリスをね可動部に塗ってあげて、はい、金かかってますよ、もらったやつですとたまにほら出店でやってる時におまけでってつけてくれたりするんですよ。そういう時にで、ね、うん、これ中身違うグリス入れとけば分かんないですよね、はい、あいやいやそうく、じゃあ今の表現は問題すごい問題のある発言でしたよね。いやあの中身云々っていうのはほらこの間捨てちゃったんですよ、1個もうなくなっちゃったから、あいやもう捨てちゃえ、もったいなかった、蛇腹のやつで買ったからそれをここに入れときゃいいんだけど、話でしょ、もったいなかったですよね、なんで捨てちゃったんですかね、箱ね、あこのケースね。でじゃあ今のなんか問題発言してますよ、中身違うの入ってたって、じゃあその鈴木号の方がやるんじゃなくてやるわけないでしょ、じゃあうちでこれを使い終わった後にこれじゃあ違うグリスとりあえず入れてベルハンマーグリスだって、嘘ですよ、冗談で言ってますからね、信じないでくださいよ、とんでもねえやつだなって思われたらやばいですからね、とんでもないやつなんですよ、とんでも実はね、そうやばいですよ、騙されないでください、こんなのね実は本当はやってないんですよ、使い回しですからね、動画ねそういうこと言うとあのそこだけもしねたまたま見たらね信じちゃうでしょ、怖いなぁ、そう死んだら大変ですよね、誤解を招くね、よし OK だと思うね、とりあえずねちょっと拭いて、どうですか、そんなに変わんないな、軽くなってるようななってないような、なんでだろうね、気持ち動きが違うな、この感じじゃないような気がするな、なんだろう、反対側をここのあれ開けてちょっと見てみる。